はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストシンガーソングライター荒竹達です。ギターマニアのためのとギター講座特別編、ギタリストの日常。はい。あ、よく動画の中でね、まあ、この時期ね、湿度とか変わるから、まあ、チューニングが合わなくても仕方ありませんみたいなこと言ってるんですけど、現実をお話ししますね。現実はどうかっていうと、ずっとイライラしながら、ああでもない、こうでもないやってるんですね。なんか違うんだよな。なんか違うんだよな。なんかなって。指板見てね。で、絶対にダメなのは逆反りっていうね、こういう、もうへの字になっちゃってる状態ね。で、プレイヤーにやるとやっぱ好みってあるんですけど、僕はもう全くメーカー推奨値で弾くようにしてるんですよ。結局自分のわがままを言い出すと、キリがないんですよね。で、もしそのギターが壊れちゃった時に、全く違うギターでプレイしなきゃいけない時に、極端に自分の好みがあると、結局弾けなくなっちゃうんですね。と困るんで、どのギターでも弾けるような、に、自分を鍛えていくわけですね。で、何をするかっていうと、それとにかくメーカー推奨値。自分の好きな弦高とかない。はい。フェンダー社ならフェンダー社の推奨値。ギブソン社ならギブソン社の推奨値にするわけです。で、これは、不次元製のスタートキャスターなんですけど、なぜ普段これを使ってるかっていうと、これすごく出来がいいんですよ。この頃の不次元で。今のもすごくいいんですけど、あんまりこういう話はどうかなと思うんですけどね。ギターって当たり外れってあるんですよね。で、たまにやっぱり当たりギターって出てくるんですよね。なぜかこのギターはいいっていうね。で、これ、なぜかこのギターはいい。いいんですよ。見るとわかると思うんですけど、まず、もう木がね、こう完全左右対称なんですね。で、この頃にはこういう木が取れたんですよ。こういう一枚物のね、目がピッと揃ってる。で、まずそのボディがね、ボディがしっかりしてないと、ちゃんとした音が出ない。で、ネックがね、その好みを言い出すとキリがないんですよ。薄い方がいいとか厚い方がいいとかね。で、僕はいわゆるそのオールドスタイルのね、フェンダーのあるがきついものはまああんまり現代的ではないと思ってるんで、割とそのRの浅いものね。で、なるべくそう幅の太いものを選んでるんですけど、これはまあたまたま僕は、まあ、もともとはクラシックギタリストなんでね、まあ、指の感じにこう手が合う。あとはこう、スルスルスルってやった時にスッて動くように、ここをとにかく磨くんですよね。ここ、ネックの裏をね、もう、気が狂ったぐらいゴシ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 やるんですよ。コンパウンドね、つけてこう磨くんですけど、で、そんなことで変わるのと思われるかもしれないですけど、例えばこう、スッスッスッっていう瞬間に、こう、スッスッスッっていかないと、ダメなんですね。なんでこう、磨くんですよ、主役。ね。料理屋さんなんかでこう、包丁を研いだり、気が狂ったり包丁研いで抜いて、わ、怖ーみたいな。そんなに切れないとダメなのってなるじゃないですか。そういうもんなんですよ。なんでこう、とにかく人様はね、これもう特別に見せちゃうんですけど、ずーっと磨いてるんですよね。ね。でもずーっとチェックしてるんですよね。で、そのボディの傷とか、そういうのはね、もう気にしないです。はい。ストラトなんで。で、あと、よく言われるんですけどね、この、指板のところのこの、フレットの出てくるところね、ここ。
これもね、引っかかったりすると、スッって言った時にね、気になるんで、ちょっと少しずつこう、ペーパーまで当てちゃうとあれなんで、こうなんか様子見てくるんですよ。ピカ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 って。で、大体からして、エレキギターなんてものは、くず鉄の集まりみたいなもんなんで、例えばこういった金属ね、ろくなもの使ってないんですよ。ちなみに不次元さんは割とちゃんとしたもの使ってます。不次元さんの方がね。で、例えばペグだったらやっぱり5等。で、ペグで音が変わる。ね。何かを変えれば必ず音変わるんですよ。で、ちょっとでもいじってあげないとギターさんってすぐ機嫌を損ねるんで、なんか弾きにくくしてくる、なってくるんですね。例えば奥さんの、まあ結婚記念日に、忘れちゃった、夫婦みたいな感じになって、まあ、なんか機嫌を損ねるんでね、まあでもない、こうでもないやるんですけど、正解はないんですよね。これが正解ですみたいなのはないんですよ。で、毎日機嫌が違うんで、まあめんどくさい。で、それを毎日繰り返してるわけです。だいたいこれがだいたい、そうですね。これ相当安定してるんです。もう何十年前のギターだ。30年前ぐらい前のギターなんで、もう木が枯れてるんでね。まあまあ安定してるんですけど、例えば若いギター、1年目のギターとかだと、もう結局初めて四季を経験するわけじゃないですか。そうすると、まあこの時期になると、まあ何月に作ったかによっても違うんですけど、まあ、組み立てたかによってもね、何年生まれによっても。あれあるでしょ？例えば3月生まれとかだと、小学校の頃にみんなで体が小さいとかあるじゃないですか。あいつしてギターさんも何月に作ったかで違うんですよ。すみませんね、細かい話で。で、それも、こう、自分で選んでると、キリがないんで、僕らはもう、なんでしょう。はいっていう感じなんですよね。はいって。はい、竹下さん用のギターです、みたいな。みたいな、これ、はい、ちょっと鏡の前に立ってみましょうか。似合いますね、みたいな。前はプロフィール写真は白だったと思うんですけど、白良かったんですけど、服装に合わなかったんですよね。くだらない理由だなって思われるかもしれないですけど、だんだんね、ただサンバーストはもうおじいちゃんになるとサンバーストがいいのかもしれないですけどね、若い子だと、キラキラしたギターとかね、欲しくなると思うんですけどね、だんだん塗装がうざったくなってくるんですよ。で、ポリの塗装とか許せなくなってくるんですよね。ポリウレタン。もうラッカーじゃないと嫌みたいな。もう全部塗装剥がして、みたいな感じになるんですけど、これはおそらくラッカー。なのかな？っていうか、ほとんども塗装してないんですけどね。で、だんだんそうなってくると、落ち着いてくるんですけど、まあね、エレキギターなんてものはね、まあそんなもんですよ。で、原稿もああだこうだ言い出しても、もうキリがないですから、メーカーの推奨値に合わせることをお勧めします。で、こう思わ。で、考えられた、まあ、アコースティックギターをオベーション愛用してますけど、オベーションは何がいいかっていうと、これカーボンファイバーでできてるんで、まあ、なんていうんですかね、弾きにくいですよ。弾きにくいですけど、オベーションの弾き方みたいなのがあるんですよ。なんていうのかな、いわゆる普通のアコースティックギターとちょっと違うんで、まあ、ちょっとこう、押さえ方っていうかね、あと、持ち方とかね、こう、ディープポールってこういうんで、なんで、普通に持つとこうなってしまうんですけど、
こうある日突然あれなんかこれで弾けるなって日が来るんですよね。僕が参考にしたらアルディメラスなんですかね。あ、こう弾くのねみたいな、こう抱えるのねみたいな、そのな抱き方みたいな、抱き方みたいなのが分かってくると、ああなるほどねって、あこういう感じねみたいになるわけですよ。なんで、こんな風にしたら論外です、はい。で、ちなみにスーパーギタートリオで、こういう風に足を組んでこう弾いてますけど、よく見てください。ちゃんと体の芯に持ってきてますからね、あれはね。で、本来は彼らもね、こうやって弾きたいんですけど、なんだろう、視覚的にね、3人で並んだ時にね、こうやって、パコがわがままなんでパコがこういう風に構えるんで、じゃあしょうがないからじゃあ合わせるかみたいなのもあるんですけど、彼らはあの程度の演奏だと、まあどう弾いてもまあまあ弾けちゃうんで、まあまあこういう感じ、ちょっとこうやったりね、曲によってはちょっと足組み直したりね、まあ、とにかくそのこう一貫性を持たせることですよ。どっちの足組んでもいいんです。ただ真ん中に持ってくること、ギターを、これすごい重要なんですね。こう体幹、はい、こんなのはもうダメです。もう全然ギターさんと一体感がなくなっちゃうんで、とにかく自分とギターさんが一体感が生まれるような風にこうギターを磨いたりね、こうピカ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 、にしてあげるわけです、あんまりそのなんていうのかな、ストラトだとそのボロくてもいいみたいな風潮あるんですけど、中途半端にボロいとかっこ悪いんで僕はもうこれなんですよね。まあ、サテン仕上げみたいな感じのね、艶消しの、これだと、なんだろう、傷も目立たないし、この色だとどの洋服を着ても割と似合う、でなんとなくこうね、カレーがついてても大丈夫みたいなのがありますね。で、要するにメイドインジャパンなんで、まあ、長野県でね組み込まれた作られたものなんで、長野県民ってすごく勤勉なんですよ。真面目な人たちが作ってきたんで、すごくちゃんとできてる。不次元ね。それでもやっぱりこの季節ね、今日も雨降ってますね。チューニングが合わないんで、ああでもないこうでもない、ああでもないこうでもないやるんですけど、まあ結局のとこね、慣れですよ。やってるうちにできるようになるそういうもんです。で、どこをどういじったらいいかっていうのはね、まあこれはプロのリペアマンがね、本当に重症になっちゃった時はね、まあ、要するにお医者さん、プロのリペアマンに持っていくんですけど、まあ、そうなる前に自分の体もケアするじゃないですか。それと一緒でギターさんも、もう常にもう面倒見てあげること、どっかネジ緩んでないかなとかね、あとはその一回りがちなのは弦の当たり外れ、こんなもんねこんなもんビヨーンってこう鉄を伸ばしたもんなんで、ね、なんかおかしいなと思ったら弦変えたら治ったみたいなのはよくあることですよ。拭いたら治ったとかね、そんなもんなんで、とにかく暇さえあったらギターさんをいじくります。そんなのがギタリストの日常ですね。ふと気がついたら、あれ今日ご飯食べてないやみたいなで感じで、こんな風にこう痩せ細っちゃうわけです。はい、というわけでお楽しみいただけたでしょうか。今日はですね、ギターマニアのためのギター講座、ギタリストの日常でしたそんな感じで、まあお休みの日なんかにね、一日ギターさんと戯れるのもよろしいんじゃないでしょうか。ではスタジオリバーサイドからギタリストでシンガーソングライターの竹下達がお送りいたしました。それではまた。